第24章ステーシー先生と生徒たちコンサートを企画また10月が訪れた頃アンは学校に通えるまでになっていたさんと燃え上がる10月全てが暮れないと黄金に輝きしっとりとした朝にはいずこの家賃ももやに満たされるまるで秋の精霊がもやを注ぎ込んで 太陽が飲み干すのを待っているようだ。紫水晶真珠白銀バラそしてくすんだ藍のカクテルだ朝露が重く玉を作ると穀物畑が白銀の織物に姿を変えてきらめき出しかさかさと吹きだまった落ち葉の山が葉を落とした枝ばかりが目立つ森の窪地で乾いた音を立てて風に吹かれて走り出す。 カバコ道は黄色の天外に覆われ、干からびた焦げ茶色の詩だが、どこまでも道に沿って続いている。つんと香る秋のそよ風が、小さな乙女たちの心を弾ませれば、足取りも軽く、カタツムリとは似ても似つかぬように、乙女たちはウキウキと学校へ駆けていく。ここに戻れて本当にうれしいわ、ダイアナの隣も。 懐かしい茶色に色あせた机もルビー・ギリスが通路越しにうなずいたキャリー・スローンは短い手紙を送ってきたジュリア・ベルが後ろの席からガムを一かみ手渡してくれた鉛筆を削り絵付きのカードを机の中にきれいに並べ直しながらアンは大きく息をついて幸せに浸っていた「生きてるって」 ここんんななにも楽しいことなんだわ。新任の教師にアンが見いだしたのは救いの手を差し伸べてくれる真の友の姿だったステーシー先生は若くて明るく相手の気持ちを汲むのがうまい女性で生徒たちの心をつかんで飽きさせず知識の点でも道徳の点でもその生徒から最良のものを引き出すという。 生ままれれつきの才能に恵まれていた。こうした望ましい環境のもとでアンは一輪の花のように健やかに花開いていった家に帰れば関心顔のマシューと批判的なマリラに向かって授業で習ったことやこれからの予定のことをとうとうと夢中になってまくし立てるのだった「あたしステーシー先生が大好き。 心の底からそう思うわマリラ品がいいしとっても感じのいい声なのよあたしの名前を口にするとき直感的にわかるのよちゃんと「アンに「E をつけてるって午後は暗唱があったのあたしが「スコットランド女王メアリー」を暗唱するのを一緒に聞けたらよかったのにこの暗唱には魂の全てを捧げたんだから 家にに帰る時にルビーギリスが言っあたしが「今こそ父の腕が力が欲しい育児なき女の心よさらばだ」って言った時血が凍りついたんだって「うむそうだなそのうちでいいから暗証してくれんかな納屋でどうだろう」と頼んでみるマシュー。 もちろん構わないけどとあん何か考え込んでいるでもねあまりうまくできないかもねそんなにエキサイティングじゃないもの学校中が自分の一言一言を息を殺して集中してるのと違うしマシュうの血を凍らせるほどにはならないと思うなリンドさんのことだろう血が凍りついたのはこの間の金曜日に 男の子たたちが木によじ登ってたそうじゃないか。ベルさんの丘にあるあの高い木のてっぺんに登ってカラスの巣を取ってたんだってねとマリラステーシー先生も何を考えてるんだかそんなことさせておくなんてだけど自然観察用にカラスの巣が必要だったのよと説明する案午後の野外活動の日だったのよ。 午後の野外活動って素晴らしいんだからマリラそれにステーシー先生が何でもすっきりと説明してくれるしあたしたち午後の野外活動について作文を書かなくちゃいけないのいつもあたしが一番なのようぬぼれもいいとこだよそんなこと言ってそれは先生が言うことだろうだから先生がそう言ったのよ マリラ、それにあたしうぬぼれてなんかないそんなのありえないわよ機化がこんなにできないのに前よりちょっとはわかるようになってきたけどねステーシー先生が分かりやすく教えてくれたのそれでも絶対得意になりっこないから何とも恥ずかしき思いだわだけど作文を書くのは大好き大抵 ステイシー先生はあたしたちに自分で大を決めさせるのよ。でも来週は、偉人を大に作文を書くことになってるの。選ぶのが大変。今までに、こんなにたくさん偉い人が生まれてきたんだもの。偉くなって、死んだ後に作文を書かれるようになれたら、きっと素晴らしいわね。ああ、あたしもいつか偉い人になれたらな。大人になったら、 職業看護婦になりたいわ、赤十字と一緒に戦場に出かけて慈悲の担い手になれたらって思うのもし海外宣教師になれなかったらそうなりたいな宣教師はとってもロマンチックだけど宣教師になるにはすごく良い人でないといけないしそれがつまずきの石なのよね毎日みんなで体育体操もしてるの。 体の動きが滑らかになるし消化を促進するのよ何が促進するだかバカバカしいとマリラくだらない戯言ごとでしかないと思っていたのだだが午後の野外活動も金曜の暗唱も体育局芸も何もかも色あせてしまう事件が起こったステーシー先生が、 11月になってあるプロジェクトを公にしたのであるそのプロジェクトとはアボンリー小学校の学生諸君によるコンサートを企画しようというものでクリスマスの晩に公会堂で催されることそして売上金は後期の購入資金に充当するという大義名分があった生徒たちは誰も彼も快くこの計画を支持したので プログラムの準備が早速始められることになった選抜された出演者はみんな興奮していたのだが中でも一番舞い上がっていたのはアン・シャーリーその人だったこの企てに身も心も捧げるアンだったがマリラの反対には四苦八苦していたマリラにかかると「どれもこれも」「くだらない」の一言で一刀両断にされたから。 バカなことばかり頭に詰め込んで勉強に身を入れる暇もないんだから」とこぼすマリア。気に入らないね子供がコンサートを開くだの稽古に走り回るだのうぬぼれるようになるし生意気になったり遊び歩くのばかり好きになるだけさでも立派な目的があるのを忘れないでよ」と弁護に回る案。 好奇があれば愛国心が育まれるわマリラいい加減なことをあんたたちがどれほど愛国心のことを気にしてるって言うんだい気になるのは遊びのことだけだろうにうん楽しみながら愛国心が育まれればそれでもいいんじゃないもちろんコンサートを催すのは本当に面白いもの コーラスが6つあってダイアナがソロを歌うのあたしは対話劇が2つ「金噂会」と「妖精の女王よ」よ男の子たちも1つ対話劇を演じるのあとねあたし2つ暗唱するのよマリラ考えると体がゾクゾク震えてきちゃうけどいい意味でゾクゾクしてるの それから活人画で最後を飾るの。信仰、希望、慈悲という題よ。ダイアナとルビーとあたしが出演するんだけど、みんな真っ白の簡易で、髪は流れるように垂らすのよ。あたしは希望の役。手を組み合わせて、こう、そして、天を見上げるのよ。暗唱の練習は、 屋根裏部屋でするつもりあたしのうめき声が聞こえてもびっくりしないでね暗唱の中で胸が引き裂かれるようなうめき声を上げなくちゃいけないのよでもね美的センスあふれるうめき声を上げるのって本当に難しいんだからマリラジョージーパイはふてくされてるわ対話劇で欲しい役をもらえなかったからよ妖精の女王になりたかったんだって 大体変だわジョージーみたいに太った妖精の女王なんて誰も聞いたことないわよね妖精の女王はスラッとしてなきゃジェーン・アンドリューズが女王役で私の役は女王の次女の妖精の一人ジョージーが赤毛の妖精だって太った妖精と同じで変だって言うけどジョージーが何を言おうが気にしないでおくわ 白バラのの花冠で髪を飾るのよ。ルビー・ギリスが上靴を貸してくれるしだってあたし自分用のを持ってないんだもの妖精に上靴はつきものだしね妖精がブーツを履いてるなんて想像できないわそうでしょ特に銅のつま先のブーツなんてねみんなで公会堂の飾り付けをするのよ頭皮つたともみで幸訓の命を作って 薄紙で作ったピンクのバラで飾るわお客さんが着席した後で全員が二列になって行進して登場するのよエマ・ホワイトがオルガンで行進曲を演奏するのに合わせてねねえマリラマリラがあたしほど乗り気じゃないのはわかってるけどうちの案が目立ってほしいってちょっとは期待してるでしょあたしが期待してるのはね あんたがおとなしくしてくくてれることだよ。こんな騒ぎが終わってあんたが落ち着いてくれたらそれこそ嬉しいだろうね今のあんたは何の役にも立ちゃしない頭にいっぱい詰まってるのは対話だのうめき声だの活人画だのばかりだろうそれにあんたのよく回る舌よく擦り切れてしまわないもんだね感心するよ アンはため息をつくと裏庭に撤退することにした庭の上にかかった新月はまだ細く葉の落ちたポプラの枝の向こうの青リンゴ色の西の空に輝いていた行ってみるとマシューが焚きぎを割っていたアンは木の塊に腰を下ろすとマシュー相手にコンサートについて思う存分おしゃべりした 少なくとも今度はものの分かった心を察してくれる聞き手なのは確実だったから「うむそうだな大したコンサートになりそうじゃないかアンならうまく役をこなせると思うがな」そう言ってこちらを見上げている熱心で元気な可愛い顔に微笑みを送ったアンも笑顔を返したこの二人は 誰よりも仲が良かった。マシューは運命の星に何度も感謝したものだったアンをしつける責任を負わなくてよかったとあれはマリラだけの重責だもし自分がしつけなければならなかったとしたら自分の気持ちと義務の念の間に押しつぶされて何度も悩んでいたはずだマリラのおかげでわしは自由でいられるアンを甘やかしていられる マリラの言い方だだが、自由に好きなだけな。けだが結局そんなに悪くしたものでもなかったのだ時にはちょっとした褒め言葉で一生懸命しつけるよりずっと効果を上げられるのだから。